勝利を目指し日々トレーニングに励む選手たち。シーズンを通じてコンディションを維持し良いパフォーマンスをし続けるためには、練習後キャプテンの東選手に伺ってみました。そうですね、試合でいいパフォーマンスするには、まずはこの小平でね、しっかりいいトレーニングをするっていうことが一番大切だと思っています。あとは本当にいい睡眠をとって、体を休めるっていうのが一番重要かなと思ってます。長いシーズン戦うには、ずっと練習試合っていうのはなかなか難しいんで、しっかりオンとオフを作ってしっかり休むっていうのはとても重要かなと思ってます。ということで、東選手が日頃のコンディション維持のためにやってきたのはクラブスポンサー西川の日本橋店。多くのトップアスリートから支持されているコンディショニングマットレスエアーやオーダー枕を FC 東京の選手たちも使用しており、良いコンディションを維持するためには欠かせない睡眠の面からチームをサポートしています。あれ、もう一人、青木選手でしょうか。今回は、はい、どのような目的でこちらに。そうですね、僕の体に合わせた枕をいつも西川さんで作っていただいてるんで、そのメンテナンスで、今日来させてもらいました。やはりその定期的に、メンテナンスをするということは必要なことなんでしょうか。やっぱ体にフィットしてるってのはすごく大事ですし、本当にいい睡眠ができるようにメンテナンスしてもらうことで最高のいい睡眠ができると思うので、すごく定期的に見てもらうっていうのは大事かなと思ってます。ところで青木選手は今日はどういった理由でこちらに。いや、東選手が枕のメンテナンスに行くっていうのでちょっとついてきちゃいました。で、青木選手はあれですか、眠りに関してはかなりこだわりがあるというか詳しいんですか。まあまあそうだよね。まあ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 、大体聞いてもらえれば答えれます。すごいや。青木選手が眠りに詳しいのかはさておき、西川にはお客様の眠りに関する悩みを丁寧にカウンセリングしてくれるスリープマスターの皆さんがいます。体型や骨格は人それぞれ、その人その人に合った枕の形状を作り出すために後頭部から肩にかけてのカーブを計測。仰向き寝と横向き寝のどちらにも合う枕の高さに調整していきます。さらに枕に入れる中材も柔らかめから固めまでの9種類から選べ、最大14箇所のブロックで細かく微調整します。まさに使う人にぴったりフィットする理想の使い心地を追求することができます。非接触で測定が可能なピマピッタのサービスもあります。さらに枕だけでなく自分にぴったり合うマットレスの測定も可能です。さっきよりここが当然首のあたりがフィットしていると思いますし、長年使われているとやっぱりへたってきているので。そうなんですね、はい、高さが足りていないかなと。はい、スリープマスターの方に調整していただいてましたけども、はい、現段階の使い心地はいかがです。いや、やっぱり使ってたら変わるんだなっていうのは今測ってもらって実感したんで、少しずつ高さをこう増していっていただいてましたけども、はい、やっぱりそれによってこうぴったりの寝心地みたいなのは、現段階であります。いや、全然違いますね。ずっと使ってた従来のやつと、多分最初はそれも良かったんですけど、先ほど、ね、へたっていくっていう話もしてたんで、多分そうなってたのかなっていうのは感じてます。結局寝るっていうことが一番こう疲労が取れたり本当するのかなっていうのを改めて感じるので、それをこうサポートしていただけるっていうのは本当にありがたいですし、こうやってまたさらにいい睡眠ができるようにしてもらえるっていうのは本当にいいことだと思います。よく見るなんかサッカーに関する夢とかってあります？でもなんかそうゴールを決めるシーンとかって言いたいんですけど、極力やっぱ寝るときとか家にいるときはあんまり考えないように僕してるんで、
でもそれができる環境がこのベッドにあると思うので、あんまりこう考えずに何も、もう気にせずに寝るっていうのは心がけてるかもしれないです。起きるときですね、はい、目覚めに関しては、はい、いい方ですか悪い方ですか？年々良くなったと思います。若い時はもうなんか夜遅くまで起きてとかっていうことが多かったんですけど、結婚すると子供いると早く寝て早く起きるっていう習慣ができるんで、すごくいいこのベッドとともに目覚めができてるなと思います。あの睡眠時間っていうのは1日でいうとどれくらいなんですか？いやもうちょっと質問長くないですか？どうした？ちなみに 何着て寝てます？さすがにもう眠くなってくるんで、はい、そろそろおやすみなさい。合ってますね。じゃあこのところで東選手と一緒に来店した青木選手、付き添いでって言っていた割には熱心にカウンセリングを受けていますよね。眠りについては詳しいようなことを言っていましたが、東キャプテンに何かアドバイスしたのでしょうか？青木選手すいません。はい、はい、今日はあの自分にぴったりのその寝具っていうのは見つかりました？いやもう最高っすよね。青木選手本当なんか寝るの好きそうですけど、1日ちなみにどれぐらい睡眠は取られるんでしょう？だいたい8時間くらい寝て、まあ昼寝とかもするんで、あのすごい寝ることはすごい大事にしてますね。普段からよく寝られるタイプなんですか？寝るようになりましたね、やっぱり。あのちなみに一緒に来られて東選手も、はい、あのメンテナンス受けられてる、しっかりカウンセリングされてるようですけど。ああそうなんですね。ちょっと僕自分に夢中で全然気にしてなかったです。オーダー枕のメンテナンスを終えた東選手、自分にぴったりフィットする最高の枕完成しましたか？いや本当に丁寧にね、対応してもらいましたし、あの今回7、8年ぐらい使ってたんで、少し高さをまた調整してもらって、より使いやすく、カスタマイズできたと思います。さらにこれも、西川さんに提供してもらってるんですけど、エアのマットレスと、ね、一緒に使って快適に睡眠したいなと思ってます。ぜひ試合でも、いい睡眠をとっていいパフォーマンス期待しています。はい、ありがとうございます。今回ですね、青木選手が、はい、メンテナンスに同行されてましたけども、はい、何か具体的なアドバイスは眠りに関して？いや特になかったんで、何しに来たんかなっていう感じですかね。今回オーダー枕のメンテナンスと測定のため日本橋西川に訪れた東圭吾選手と青木拓也選手、西川の寝具でしっかりと体を休めて厳しいシーズンを戦い抜き最高のパフォーマンスに期待しています。寝具の西川、そして FC 東京がおすすめするエアポータブルクッション、チームバスにも導入しているためアウェイ遠征のためのバス移動でも大活躍。長時間座っていても疲れにくいので、選手たちは万全のコンディションで試合に臨めています。在宅勤務やスタジアムでの試合観戦にもおすすめです。詳しくは西川エアーで検索。